貝塚をスライスした断面標本透明遺跡は佐賀県佐賀市金流町大和地府にある縄文時代早期伐擁の遺跡で集落遺跡と貝塚からなる。動物依存体のほかに本際呼吸のアミカゴ、櫛、木製皿などの植物依存体が出土した低質遺跡で2016年に国の史跡に指定されている。透明遺跡本遺跡は佐賀平野の中部。 現代における佐賀市街の北に位置する。現在の海岸線よりも1 2トルほど内陸にあるが、縄文海進極大の直前であった約7000年前、当時の海岸線は遺跡付近にあり、近くには大きな河川があって遺跡はその左岸と推定される。遺跡は現在の標高 t p 3メートルから t p 3メートルにかけての低湿地にあった。 遺跡周辺は、日潟や吉原で、現在の有明海沿岸と似たような環境にあったと考えられる。これは、日潟に生息するヤマトオサガニやムツゴロウ、奇水域の吉原に生息する海類が出土したことによる。なお、本遺跡の北西300メートル付近には、同じ時代の貝塚を伴う日里見日本杉遺跡がある。 縄文海進は1万六千年前から7千年前まで続き、当地でも海岸線が移動し続けた。約8千年前に当地のあたりが海岸となったことで、海の幸を求めた縄文人が当地に集落を作ったと考えられている。出土遺物の年代は約500から600年間に限られ、その上に粘土が堆積していることから数百年で海進が進んで、 海面下に没し、住めなくなったと考えられる。小有明海の海面下に没した遺物の上には、現在の有明海沿岸と同様、河川が運ぶ土砂に加えて、道潮が運ぶ、浮き泥が堆積し、5メートルを超える厚い粘土層に覆われる。約7000年前には、現在と同様に平坦な地形になった。その後、徐々に解体が進んで陸化したが、地下水位は、 高い状態に保たれたと考えられる。当地では佐賀導水事業の中で洪水調節などを担う小瀬川調整地の建設計画が進められていた。1990年に行われた事業前の埋蔵文化財調査で初めて遺跡が発見された。これを受けて1990年度から1996年度にかけ原標高3メートルの微高地にある 集落遺跡で第一次発掘調査が行われた。この時は多数の集積以降と墓地と見られる人骨集中地が発見され、土器、石器、動物の骨などが出土した。その後、調整地の建設が始まる。しかし、重機による掘削中の2003年度に貝塚が発見され、 調査を進めたところ、一時調査よりも低い原標高マイナス0.5メートルマイナス2メートルの地点から6カ所の貝塚が確認された。これにより再調査が行われることとなった。第二次発掘調査は2004年度から2007年度まで6つの内真ん中に位置する第一貝塚と第二貝塚周辺で行われた。貝塚からは哺乳類や魚の骨、 骨格器が多数出土した。また、第二貝塚の周りを中心に、多数の貯蔵穴が発見され、そこから腐敗があまり進んでいないドングリや多くの、網かごが出土したほか、当時出地であった、粘土層から、皿、パチ、貝、櫛などの多様な木製品が良好な保存状態で、出土した。一時調査の時点で、佐賀平野では貴重な縄文遺跡であったが、 二次調査で出土した木製品の中には国内最古級のものが含まれるほか様々な編み方の編みかごや異なる製作段階の数の製ソーシングからは当時の文様文化をうかがい知ることができるなど新たな発見があった。こうした生活用具や食料の残滓などが良好な状態で残る遺跡は同時代では日本列島でも類例が少ない。 CF 和ず固定遺跡など、酸性土壌により劣化が進みやすい日本の戦士遺跡の中では、異物の保存状態が良い遺跡は少ない。本遺跡がこうなったのは、遺跡の形成後急速に透水性の低い粘性度に覆われ、かつ地下水が比較的高く、土壌が感激水で満たされた状態が続いたことで、生物的、化学的環境が、 還元状態に保たれたことが指摘されている。加えて、感激水内で、貝塚に蓄積した貝殻の炭酸カルシウム分が溶出し、周囲の酸性土壌を中和した。小瀬川調整地内の貝塚、森土保存されている。第1、第2貝塚は発掘調査、第3、第6貝塚の4つは掘り起こさず現地で、森土保存されている。 保存異物の劣化を防ぐため、専門家による委員会で検討が行われ、指針として酸素を遮断すること、雨水や地下水の侵入を抑制すること、土壌のい,ぬい、質の繰り返しを極力避けることが示された。これに基づき、工事で掘り出された5メートル弱の粘土層を代替するり土が行われた。さらに土壌や地下水の変化がモニタリングされている。 透明遺跡を国の文化財に指定する動きは2015年4月7日の参議院文教委員会にて秋野構造参議院議員が透明遺跡を国の文化財指定を求める質疑を行い国が縄文時代早期の人々の生活を知ることのできる極めて重要な遺跡であることから探し教育委員会から意見具心されたら文化審議会に諮り適切な措置を 工事体との考えを示したことから、佐賀市は文化財指定に向けて意見具心を行い、保存状態の良い遺物を通じて、縄文時代早期罰用の生活の全体像を復元可能であり、同時代の生活復元研究における重要性の高さから、2016年10月3日には国の史跡に指定された。指定面積は18,731平方メートル。 その後、NPO 法人、透明城門の会は2017年11月27日に、透明遺跡の出土品を展示する施設を遺跡の林地に整備する、要文化庁に要望し、文化庁は林地整備の意義を踏まえて、会の意向を県を通じて市に伝え実現へ支援して、行くと協力する意向を示した。南北100メートル、東西20メートルの細長い範囲で、 当時の河川に沿う、微光地に分布。居住域と考えられ、全体に、集積遺構が散在し、南部に墓地がある。河口の微光地の縁に沿って、南北500メートル、原標高マイナス0.5メートル、マイナス2メートルの範囲に6つの貝塚が発見されている。貝塚の面積は合計で、約1700平方メートル。貝の種類は主に、山都しじみ、貝貝。 揚げ巻き、牡蠣、動物の骨や角、骨格製品も多く出土。体積状態を保存するため、垂直に薄くスライスした断面標本が4つ作られている。また、海塚の西側の原標高マイナス2メートルマイナス3メートルの範囲には、深さ1メートル程度の貯蔵穴が、計155機発見され、多くの網かごや木製品が出土した。 主な出土遺物は遺跡のすぐそばにある透明城門館に展示されている。小瀬川調整地管理棟内に所在する。なお、本遺跡と合わせて佐賀市の他の埋蔵文化財を展示、保管する施設の整備が検討されている。ありがとうございます。